日本時間の昨日、自民党の麻生太郎副総裁が、アメリカのトランプ前大統領と会談。ニューヨーク市内のトランプタワーの入り口で、トランプ氏自ら出迎え、笑顔で握手を交わしました。 およそ1時間の会談では中国や北朝鮮をめぐる情勢などについて意見を交換したということですトランプ氏のもとにはこのところ各国の要人が相次いで訪問今年11月に控えたアメリカ大統領選でのトランプ氏の再選いわゆるモシトラに備えた動きとみられます麻生氏の会談について日本政府は 政府として関与していない一議員の立場についての活動について、コメントすることは差し替えたいと思います。というのも、およそ2週間前に、岸田総理とバイデン大統領が日米首脳会談を行ったばかり、岸田総理は国賓待遇で迎えられ、異例ともいわれる大統領専用車、ビーストにも同乗し、蜜月ぶりをアピール。岸田総理が送ったお土産にも注目が集まりました。 輪島塗のコーヒーカップを手にするバイデン夫妻。製造したタイ式店には先月上旬に外務省から連絡があったといいます。率直に申し上げますと非常に、えー、嬉しいのと、えー、プレッシャーはかなり大きかったと思います。限られた状況の中で、えー、クオリティの高いものを作り上げるということに日々何と、えー、いうかこう緊張していましたし。 漆器店は今年1月の能登半島地震で輪島塗を保管していた事務所が半壊するなど大きな被害を受けましたこうした中被災した職人たちが技術を注ぎ輪島塗のコーヒーカップなどを完成させたのです復興を目指すさなかバイデン大統領へのお土産に選ばれたことで反響は大きく今ご注文いただいても2年以上お待ちいただくようなところまで来てしまったので 僕らとしてはすごくありがたいですし、輪島塗りの技術の高さだったりとか、美しさっていうのを皆さんに見せることができたいい機会だったと思っています輪島に住む人にもこう、なんか少し希望だったのではないかなと思っています日米の両トップが友好な関係を築く中、昨日行われた麻生副総裁とトランプ前大統領の会談。 モシトラに備えたものと見られていますが専門家はあのトランプ氏と一番仲良くなれるのは、一緒にゴルフをすると、他の国々もなんとかトランプ氏とのパイプをつなごうと努力していますから、アメリカがご主人様で、日本がなんかポチであるかのようなことを非常に象徴的に表している事象ではありますね。